竹内拓は、日本のスキージャンプ選手。オリンピック3大会日本代表。2013年ノルディックスキー世界選手権、混合団体選金メダリスト。2014年ソチオリンピック男子、団体同メダリスト。長野県飯山市出身。長野県飯山市立飯山第一中学校を、卒業後、2003年からフィンランドに単身留学し、 フィンランド語を学びながら職業学校に通いつつ、フィンランド人コーチの指導を受け、日本へ帰国後の2006年から北の建設に所属している。2007から08シーズンより、スキージャンプワールドカップに本格参戦し、2月2日の札幌大会で8位、翌日は9位と2戦、連続1桁順位を記録するなど、 シーズン総合成績で日本人トップとなる28位になった。2010年バンクーバーオリンピック直前の国内大会ではライバルの湯本しことぶきより成績は振るわなかったがスキージャンプワールドカップでの実績からオリンピック代表に選ばれた。2011から12シーズンはサマーグランプリで2度の3位を含む総合6位に入り飛躍の兆しを見せる。 ワールドカップでは、年末年始のスキージャンプ週間に入るとともに調子を上げ、1月1日のガルミッシュパルテンキルヒエン大会で4位、入賞、4日のインスブルック大会オーストリアにおいて3位入賞と、初めてワールドカップの表彰台に上った。シーズン個人総合成績でも、自己最高の13位となる。2012から13シーズンは、 サマーグランプリのアルマトイ大会で優勝。ワールドカップでも開幕から一桁順位をたびたび記録するなど好調で2月13日のクリンゲンタール大会で自己最高の2位。同月バルディフィエンメで開催された世界選手権ではノーマルヒルで7位入賞。続いて伊藤由紀高梨沙羅伊藤大樹と共に出場した。 男女混合団体のオーマルヒルで4番手を務め、飛距離は1本目100.5メートル、2本目101.5メートルと日本とも、グループ内で最長不倒、得点も、男子選手の中で最高点を出す活躍で日本を優勝に導いた。2014年ソチオリンピックのシーズンとなった2013から14シーズンは、ワールドカップ開幕から欧州を転戦して、 個人戦で4戦、連続1桁順位、そのうち、第3戦リレハンメル大会で2位になるなど、好調だったが、12月末に体調を崩し、2014年1月4日のスキージャンプ週間第3戦インスブルック大会に出場した後、緊急帰国して一時入院したが、懸命な治療を受けて退院し、1月下旬のワールドカップ札幌大会で戦線に復帰した。 ソチオリンピックでは、個人ノーマルヒル24位、個人ラージヒル13位となり、2月17日に、清水霊流妃、伊藤大輝河西則明と共に出場した、ラージヒル団体戦では2番手を務め、追い風が吹く中1本目は127メートル、2本目は130メートルとまとめて、銅メダル獲得に貢献した。 競技終了後の記者会見にて、自らが高三級生多発欠陥炎征に行く、が首に罹患しており、闘病中であることを公表した。2014から15シーズンは、サマージャンプグランプリのアルマトイ大会で2年ぶりの優勝。総合でも3位に入った。ワールドカップの開幕戦は13位。 その後何度も10位台は記録したものの、なかなかトップ10に入れなかったが、2月14日のビケルスン大会でシーズン初めて9位となる。21日にファールンで行われた世界選手権ノーマルヒル個人では日本勢最高の5位入賞。W 杯は3月10日のクオピオ大会5位が最高。2015から16シーズンは1月30日の 札幌大会で8位。シーズン後半になって調子を上げ、得意のノーマルヒルで行われた2月21日ラハティ。大会で3位に入り、2シーズンぶりに表彰台登壇。次戦より3戦連続で、トップ10位、D、総合で2011から12シーズン13位に次ぐ18位。2016から17シーズン。 W 杯では11月25日のルカ大会12位が最高だった。ラハティでの世界選手権では混合団体のーマルヒルで銅メダルを獲得した。2017から18シーズンも W 杯メンバー入り。11月26日、ルカ大会で15位。2018年ピョンチャンオリンピックにも3大会連続で出場した。 2018から19シーズンは、サマーグランプリではポイントを上げたが、W 杯の序盤でポイントを獲得できず、その後主に、コンチネンタルカップを転戦した。W 杯は、札幌大会の22位が最高であった。2019年5月、北野建設を退社し、その後、チームタクを立ち上げプロ選手として活動する。夏は、 サマーグランプリ参戦の後コンチネンタルカップに参戦し、シュタムス大会で2戦連続で優勝する。冬もコンチネンタルカップで2勝を含む表彰台4回の成績を挙げるが、W 杯はエンゲルベルク大会の16位が最高で、総合47位でシーズンを終えた。弟の竹内久志もスキージャンプ選手であり、現在はホリープロ所属の俳優である。 竹内拓2016ありがとうございます。